皆さん、こんにちは。ゴールド TV 第2部プラチナです。解説はコモディティインテリジェンスの近藤正代さんです。よろしくお願よいろししくお願いましす。ます。今日は、ね、山本さんお休みで古川さんですね。はい、男はい。同士、むさ苦しいですが、我慢して聞いてくはだい。はい、さよい。ろしくお願いします。すいません。プラチナ価格、日本のプラチナ価格は、去年は4300円から、11月に4600円まで上がって、それが残念ながら2月17日に3900円まで下がって、しかし、現在はまた4000円台を回復して、直近の値段は4104円ですね。ですから、まあ4000円から4200円の間に、いますよ、ということでございます。はアメリカの価格は、現在は、900ドルまで割れそうになった。2月27日、800ドル台に突っ込みそうだったんですが、なんとか持ち返して、現在は949ドル。900ドルと1000ドルとの間で真ん中辺にいますということでございます。続きまして、去年と今年の、プラチナの需給についてはい。お話申し上げまはす。い、お願いします。タイトルは2020、第4四半期になってますけど、全体の話になっております。2022年は、去年は24トンの供給過剰だった。今年は2023年は17トンの供給不足に転換しますよということでございます。これは結論でございまして、非常に大きな40トン近い、まあ、24そうトですね、ン、はい。40トン近い、ギャップがございますけれども、これは、需要が今年は増えると。ということでございます。増える予定ですということですね。去年はガラスの需要がなかったんですが、今年はガラスの需要があるということが大きな理由になってます。ガラスの需要ってのはガラスの工場ができるっていう、その、なんていうかな、通常の売り買いによる流れじゃなくて、ドカッとこう出るわけですね。工場が建設されるたびに大きく出まして、今年はエジプトにガラス工場ができますから、それが大きな需要の要因になってますそれで供給不足になりやすいということですか？ということですね。そう、それは南アの供給がますます悪くなってるということですね。南アの電力不足ですね。それが非常に問題になってまして、相変わらず電力供給を停電が引き続きありますので、なかなか治ってないわけですね。でございます。通期では172トンで、鉱山生産量172トン、リサイクルは52トンで、トータル227トンの供給でございます。需要につきましては、去年の需要は、5%減りましたよと、約50トンになりましたよと。自動車が、まあまあ、あまり良くなくてですね。ただし、これからはプラチナからパラジウムに自動車の、触媒が、パラジウムからプラチナに変わるということが、見込まれますということですね。去年はまだそれの、流れの中でございました。宝石需要はちょっと悪いということですね。22年のガラスの需要は悪かったと。工業用需要はマイナス11%だったと。10トン減だったと。から20、投資用需要は非常に悪かったと。ETF が売られて、地金コインは増えたんですけれども、ETF のマイナスが相殺しましたとですね。で、トータル的には24トンのプラチナの供給過剰だったということです。で、今年につきましては逆に17トンの供給不足と予測されております。だいぶ差がありますよね、今年と来年。そうですね。あれは、電力不足が去年から引き続き続いているということ、ロシアのパラジウムが、ちょっともん、まだ、
出てはいますけれども、何が起こるかわからないところがありまして、まあ、それにロシアに依存するのは嫌だなっていうところもありまして、こういったところが供給の不安定要因になってます。から、パラジウムからプラチナへ、車の自動車の需要が、触媒需要がプラチナに変わる。から、2箇所ほどガラス工場はできると。から、地金とコインの需要が堅調。ETF の資金の流出は一巡しちゃって、もう止まっただろうと。出血は止まってますよ、ということでございます。あ、以上でおしまいですね。はい。案外簡単でしたね。という堅こと調で、な動きになりそうですか、今年そうはでそうすすね。る今と。年は、そう言ってもなかなか価格が上がらないっていうのはプラチナの悩みなんですが、しかしまあ、需給が逼迫すれば当然価格は上がりますから、まあ、買っといても悪くはないと思います。売る可能性は少しないんじゃないかと私は思ってます。個まあ、人そう的か、に。少なくとも底堅い動きが続くということですか。そうですね。はい。1000ドル割れはあまりない。まあ、900ドルだから、900ドル割れはあまりないだろうということでございます。はい、ありがとうございました。それでは第2部プラチナをこれで終わりにしたいと思います。続きまして原油に続きますのでよろしくお願いいたします。質問等あれば YouTube のコメント欄にお願いいたします。それでは失礼します。